深作の屋根裏部屋。どうも深作です。深作です。深作です。吉田です。吉田です。よっしゃー。今日はまた日替わりといいますか、メンバー変わりまして、このメンバーでちょっとやっていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。選手なんかまだ泣いてなかったんですよね。泣いてましたね。私の、ドラマ、未来日記を語る冒頭でちょっと込み上げて、吉富ってさ、どっから涙腺爆発してんの？その昔さ、安武とか同期でさ、でトンボも昔からで、そんなやつじゃなかったみたいな話をちらほら聞くねんけど、なんかきっかけがあってバグったん、涙腺。なんすかね、でも40超えたあたりで急に来ましたね。40超えたあたりってまだ引きこもってる時でしょ。まあでも厳密に言うとコロナ の、 あのステイホームとかの時の引きこもりで、まあいろんなそういう動画とかそういうのも見る機会が増えて、そのあたりでなんかもうぶっ壊れたような気もしますね。あれなんなんやろうな。でも安武ってそんでもないよな。そのぶっ壊れた涙腺が年齢によって、壊れるみたいなあんまないよな。僕は年齢じゃないですけど、たまに泣いたりすんのは、でもやっぱカジサック家の子供だったりとか。ああ、でもそうか、時にあるか。あと木島の結婚式も泣いてたもんな。あ、泣いた。あんな昔泣いてたじゃ考えられんくない？そうですね。やっぱなんかプラスのこととか、家族っていうことに関してはすごいいい感動するようになりましたね。温かさみたいな。そうですね。自分がだから変化して、結婚とかももうでっかいですから。安武なんか出たらお母さんと仲良くしてんのが俺はもう見ててもう気持ち嬉しいもん。確かに全然そうなんちゃうかったよな。めっちゃ仲いいですしね。一番の問題は、この涙腺がなくなっている常ですよ。なくなっているどうやら見当たらないんですか。だからその涙腺の乾燥とともに、顔も乾燥してくるみたいな。整形の時涙腺が乾燥って言えへんわ。カラになってもうて、まあ、だからこそあのね、俺この間何気にさ、過去の動画をちょっと見てたんですよ、カジサックの、でいつもそう たまにあんねん俺そういう時が、こうカジサックの昔のを見ようって初心に戻りたいなとかさ、いろんな気持ちがありながら、でもそういう時って絶対落ち着くのがもう この動画になるっていうのが常の突撃ドッキリやね俺。もうね、あのロスケロスとか行ったやつに、吉富と純は行けてないねんけど、もうやっぱあれやっぱめっちゃええ動画やねんな。俺未だに泣いてまうねんな、あれ見た時に。そうそうそう、で唯一あん時だけ常に泣いてんねん、ロサンゼルス突撃した時に。あれはなんで泣けたのな。だって、いや、枯れてたでしょあんた。枯れてたんですけど、やっぱりあの不安が結構大きくて、でそこでやっぱりみんなチームが来てくれた時の安堵というか、安心感で、まさかしかもこんなとこまで来てくれるみたいな。あれちょっとびっくりしたよな。うわ、常泣いたってなって、でちゃんと2回目泣かへんかったもんね。確かに2回なくなった。なくなってた。もうなくなった。完全に消滅しちゃった。慣れた。それって何、やっぱりちょっと恥ずかしいとかそういうのがあるってことなの？いやいや、ないですないです。泣くことに対して別に何も恥ずかしいとかないんですけど、出てこないんです。涙がなんでなんやろ。とにもかくにも。いやでもあったよな、昔で言うたら、テレビとか俺やらせてもらってる時とかも、やっぱそういう V とか見るね、収録とかあって、もうどう考えてもこれ泣くやつやっていう時も、なんか泣いたら恥ずかしいとか、そういうので我慢してた自分がいたりしたけど、あれなんなんやろな、あの若いからかな。まあ若さもあるんじゃないですか。僕ちょっと今思ったんですけど、だから自分の人生の経験の中でやっぱ大切な人が亡くなったり、まあその年を取っていくわけじゃないですか。だからそういうちょっと悲しい経験が増えていくから、より温かさを感じた時にちょっと泣いてしまうっていう。なんかいい話やな。これちょっとなんか今マジで、僕もだから昔もう泣くもんかの精神はあったんですよ。そうなるやん、めちゃくちゃあったんですけど、やっぱそっから何が今と違うんだろうと思ったら、そういう経験がやっぱ乗ってるから
なんかより幸せなこと、当たり前なことが幸せに感じるみたいなことで泣けるのかな。俺もうほんまに最近やばいもん、うん、俺あられ買ったでしょ、うん、で、あられもう散歩行けるのよ今、はい、で散歩それで行くやん、はい、もうあられが、はい、普通に歩いてるのを俯瞰で見ただけで泣きそうになってる、うん、やばいじゃん。もう僕今それ聞いただけでちょっと今やばいじゃん。すごいな。その梶谷さんがその尊いのよなんか。まあわかりますよ。わかる。だから僕はちょっと違うかもしれないです。違う。吉富さんの逆で、うん、僕はあのまあ今までその泣いて、まあ、動画とかでも泣いてますけども、うん、人生の分岐点になるような、うん、家族に対してのハッピーだったりの時しか僕泣いてないんですよ。ああそうか、はい、うん、そうかそうか。誰かが辞めるとか、うん、まあ、悲しいことじゃないですか、うん、まあ、誰かっていうかもう2人しかいないんですけど、うん、辞める時とかはそのおのおの思いがあって辞めてから、うん、それもお互い頑張ろうでしかないし、うん、まあ、寂しいとかはなくて、あんと言ってたな、はい、でだ尊いとかそういうこともあんま僕はなくて、例えばさ、はい、馬とかでもいいし、はい、まあ、ワンちゃんとかでもいいねんけど、はい、うん、こうたまにあるやん、そういう赤ちゃん産むシーンみたいな、はい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 、ああいうの見ても泣かないってこと。ああ、だからそれはないかもしれないですね。っていうことやねん多分、はい、そう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 、やすときはそうやね、うん、でも多分吉富は泣いちゃうでしょ。いやそうっすね、だからいろんな想像しちゃいますねそこで、うん、やっぱなんかこれから、まあ、子供の方はいろんなことを経験していくっていう、うん、まあその出発というか門出みたいなこともあるし、うんうん、お母さんはお母さんでやっぱ大変な思いして、うん、いろんな思いがある中こう産んでよかったねっていう、うん、そのまあ安心というか、分かる分かる、幸せな、分かるよ、うんうん、分かるけど、そうそう、涙まではいかないかなっていうことや、うん、たださっきね、はい、こう常って涙腺ないとか言って、はい、でどっちかいうとチームカサ君の中でサイコパス扱いというかさ、そうですね、若干あるやん、はい、でも俺最近思うんですけど、うん、実は一番サイコパスな俺準院長だと思ってて、うん、あら、そういうことですか、まあね。いや俺これ何で思ったかっていうと、もともとね、純、はい、って、まあ、コメント欄でもちょっと言われがちやけど、はい、笑顔だったり笑いが嘘くさいっていう、いやいや、でもこれはほんまそうやねん、うんうん、でもしゃあないねん、はい、これってもう純癖になってて、ニコとか笑うのもあれは純のキャラクターだと思うのね、はい、あのニコっていう顔は、はい、ただ俺ちょっと最近本当に思ったのが、はい、笑ってはいけないやつやったじゃないですか、はいはい、動画で、はいね、はいはい、結局俺とトモがめっちゃ笑ってもうたんですけど、はい、あの時唯一笑ってないのがジュンだけなんですよ。ああそうだ。で意外とジュンってすぐ笑うイメージがあるやんか、はいはいはい、でもあれって計算できへんやん、あれ、うん、もう笑ってまうのよ、うん、はいはいはい、で多分イメージ上ジュンってゲラだと思うのよ、うん、ゲラっすね、要はゲラっすねって今も言うてるけど、はい、多分絶対ゲラちゃうねんあゲラじゃないかもな、ジュンが自然になんか笑ってるとこ見たことないかも。あ、なんか笑いを入れてるっていう感じ。そう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 、本当ですか、うん、だってあんなよう耐えれたね、あれ、あの笑ってはいけないやったやん、はいはい、自分でも気づいてたでしょ。はい、見ましたし、もちろん自分でも体感したんですけど、うん、体感体感っていうか、ん、一緒に出てたんであの、いやでもあれ我慢できましたよ、うん笑うほどじゃない、はあ、でも確かに、かといってにらめっこが強かったら別にそうでもないでしょ。あ、でもないですね、うん、なんでなんですかね。そうそう、多分 ゲラだと思ってんの、自分のこと。ゲラだと思います。結構何でも笑っちゃうイメージあるんで、うん、はい、ゲラだったらあの企画やったら絶対笑ってまうもん。あ、本当ですか。多分チーム会サックでダントツ2トップゲラが俺とトンボやと思うのよ。そうですね、俺もめっちゃ笑ってまうから、うん、で常も、うん、俺常が一番ゲラじゃないと思ってんのよ。チーム内でも最近有名ですけども、うん、生まれてこの方40年、はい、ツボにはまったことがない。ツボがないですよ。ツボがない。ツボと類性がないんですよ。今探してる。自分のツボが買ってあげたい。笑うことはあっても引きずることはないっていうのが今有名な常さんだけど、はい、でも実は一番ないの俺純ちゃうかなって。どうなんすかね、うん、そんなイメージないです、自分では。ない、はい、確かにその嘘くさい笑い方とか言われたりすることはあるんですけど、うんうん、自分でもさ、はい、あんだけさ言われたりするっていうのもさ、あんま今までなかったんでしょ。あった。いや、ありますあります。あ、あんねや。嘘くさいとか、なんか、うん、うさんくさいみたいなました。あった。もう一個、はい、うさんくさい、はい、それをさ言われた時にどう思うの。そのうわまた言われたって思うのか、直さなきゃって思うのか、いや俺はこれ自分だからなって思うのか。結構もうその
舞台上とかで、うん、その告知ある人みたいな感じでこう手挙げて出てって、うん、まあ、うさんくさいなみたいな MC の方にいじられたことが一番最初のきっかけだったんですよ。全然絵が浮かばない、どういうこと言われた初めがライブのエンディングで、あ、そうです、ライブエンディングで、うん、何を言って何を現象が起こって嘘くさいって言われたの、うん、あ、告知ある人って言われて、うん、まあ、告知の内容を普通に言って、うん、絶対来てくださいねへーみたいな感じで言ったら、ね、それがいや、まあ、うさんくさいな自分みたいになって、うんうん、それが初めて言われたきっかけなんですよ。芸人になってから初めてそのうさんくさいという単語に出会えたというか出会ったんですけども、うんうんうん、だからなんかそれを生かしたらいいよっていう先輩と、うんうん、なるほど、はい、直したらいいよっていうことあんまり言われなかったというか、うんうん、そのうさんくさいキャラの方がいいんちゃうみたいなのはずっと言われてたんで、うんうん、そっからへーへーは出られるかもしれないです。それで言うと、はい、あれなのよ、多分その先輩からのアドバイスって別に間違ってないと思ってて、はい、キャラになってないんだよ、うん、なんかそこをいやらしくキャラクターにできてないからうさんくさいって言われると思うんだよ、はい、なるほど。だってうさんくささで今笑われてないやん、はい、なんか嘘くさいって言われてるってことはキャラになってないからね、振り切った方がいいんじゃない。さらにうさんくさく、うさんくさく、うんうんうん、だからちょっとうさんくささの勉強をした方がいいですね。うさんくささの勉強どうやって、例えばタレントさんで言うと例えば誰の勉強するうさんくさい、あの人うさんくさいなっていう、正直単語としてうさんくさいっては聞いたことあるし、うん、調べたことないんですよ、そのうさんくさいとはみたいな、うん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 、調べたことないんでちょっと分かんないんですけど、うさんとか違う、どうした急にすごいびっくりしたじゃないですか、とんでもないの、い 勉強したいなっていう、お前今のはピーだよ、はい、頼むよ、お仕事増やしちゃってとんでもないビッグやビッグタレントの名前出てきたからほんでもう絶妙に笑えないやつ出てきましたそのあれです、ジュンさん、違いますよ、はい、すごいプラスな意味で、はい、全部嘘だなっていうことの頂点が、はい、僕、ザキヤマさんとかだと思うんですよ、はい、そうザキヤマさん、むちゃくちゃ面白いし、ね、もう、言ってること全部嘘でしょぐらいのザキヤマさん、はいはいはい、もう、頂点じゃない、そう、はい、それのキャラクターじゃないですか、うさんくさキャラの頂点がザキヤマさんやわ、なるほど、超面白いし、うん、誰も嫌な思いしないし、でも全部嘘じゃないですか、うん、っていう方じゃん、はい、あなたのは、はい、もう P です今言ったビッグネームは、はい、P です。 P ダメでしたか、おそらく、はい、今他のメンバー順位以外のメンバー思ったことないでしょないないいやでも俺はちょっとおもろかったけど絶妙に面白かった、絶妙に面白かったすいません。でも多分順の中でまだ抱えきれてないというか、はい、そのうさんくさキャラを、うんうん、多分あんまり好んでないかもしれないね、うん、そうですね、そのはっきりと元気キャラとか、うん、その盛り上げキャラとかはなんかイメージつくじゃないですか、うんうん、なんかそのこういう仕事したらそういう風になるのかなとか、うんうんうん、みんな頑張ってこうぜとか言えば盛り上げキャラとかになるかなとか、うんうん、うさんくさいキャラってなんぞやっていうところの時点でやめてました、そのやったらいいんじゃないとか、うんうん、そのそっちに行けばいいじゃん。いやでも今安田が言ったようにもうザキヤマさん見てたらいいじゃん、うん、今もうそのゴール見えたんです。まあ、でもザキヤマさんうさんくさいというよりはもう嘘みたいな方ですね、はい、うん、あ、まあね、臭さはないですね、そうか、嘘っていう方が、うん、そのなんか純ちゃんが思ってるのは、はい、例えばその確かに歌舞伎町とかのキャッチみたいな、あーなるほど、うさんくさい、そうですね、でも盛り上げるし、はい、なんか明るく笑顔で来るじゃん、うんうんうん、あっちではないからさ、はい、ザキヤマさんは言葉が意味が違うから嘘くさいとうさんくさいはさ、はい、だそこどっち行くかもまた全然違うかもしれないし、決してネットには出てこない不動産屋の社長みたいなうさんくさいっすね逆にめっちゃ出る不動産屋の社長もううさんくさいなとか、でもそれをキャラクターにできたら唯一無二になれると思う、確かに、うん、と思うけどな、はい、ちょっと頑張ります、絶対頑張れへんもんな絶対頑張んないっすね頑張れよもったいないよ、せっかくなこうやってなんかキャラクターにできるってなってきた時にな、うんうんうん、そうですね、でも嫌なんじゃない、え、何実際ね、根っこがうさんくさいってさ、うんうん、だから根っこイケメンやからね、そうそうそう、うんうん、本当はこういう風にできたらなみたいなのあんの、なんかベストなんだ、純のベスト、もうベスト、タレントさんで言うと、うちらはタレントさんで言うと、タレントさんで言うと、うん、ベスト、この人なりたい、
この人になりたい、こういう人になりたいなっていう、所ジョージさん、あー P かな、 P なの褒めたのに P なの、 P ですよ、あ、僕が発したことによってマイナスプロ、誰がマイナスプロモーションだ、所ジョージさんになりたいんやったら、所ジョージさんを研究するやん、まず、あ、そうですね、はい、でしょ、うんうん、全然所ジョージさんちゃうやん、え、うん、笑ってこないモノマネの方そういうこと、合コンや思ってる、合コンや合コンやと思ってないもしかしたら合コンちゃうで、カシオレ頼むそうそう、だからそこの矛盾が発生するんだよね、あの、はいはい、なりたいっていうほど、今その質問としてなりたい、どういう人になりたいってなったんで、今所ジョージさんが出たんですけど、うん、この家にバーっていて、うん、家にいて、あ、所ジョージさんみたいになりたいなと思ったことはなかったですね。じゃあ俺が聞いてるのは生き方とかそういうことじゃなくて、うん、芸人としてを、例えば俺やったら、はい、俺は昔から言ってんだけど、俺は学生時代から思ってんこれ、はい、俺はナイナイ岡村さんとロンドンブーツの淳さんの間取りに行きたいと思った、はい、へ、はい、だからたくさん俺勉強したし、うんうんうん、ね、動けて突っ込めてみたいなのに俺は憧れてたとか、うんうん、例えば、うんうん、そういうことを聞いてたんや、なるほど、うん、っていう意味ではどんなになりたいの、うん、っていうのだから安武やったら矢部さんとかさ、うんうんうん、確かに、うん、そうそう、角はちゃん、僕ありました、ありました、誰、僕あの小杉さんとか、うん、フットボールの後藤さんとかのツッコミできて、うん、MC で回せるそうだあったんですよ、ツッコミ志望だもんね、そうツッコミ志望なんですよ、でも気ぃついたらじいちゃん来て肘出してるっていうじいちゃん来て肘出してる、だから奇跡だよ、はい、すごい、でもあんのよ、おのおの、でも一時期憧れて、はい、ちょっとマネ、モノマネとか、もちろんもちろんいっぱい勉強しました、うん、はい、よしとみは、僕はでもなんかセンスな方がを目指してたんで、うん、だからもうダウンタウン松本さんとか板尾さんの、うん、ああ、ぽいぽいぽいっていうラインの方のぽいなイメージにこだわってたんですけど、うんうんうん、まあ途中でもっとなんかポップな方に、うん、意外とだからザキヤマさんとかの方も僕は、確かにね、はい、どっちもいけるよね、まあ、うん、意外と根垢だなっていうことが分かってきたんで、そうね、はい、そっちの方もなんか、そうそう、みんなこういうことをしてるのよ、だから純は何なのかなっていう話、うん、確かに、うん、そうですね、と見てたとかは、うん、よくその見て、あ、意識勉強して、うん、勉強というか、はい、こうなりなってみたいなは志村健さんでしたね。バカ殿とか、まあ、その大丈夫だとか、うんうんうん、結構 DVD とか買ったり、うんうん、そのあの全員集合とかも見てたりもしました。だから志村さんみたいな芸人になりたかったってこと？そうですね、なんかそうなんですかね。ほらもう今めっちゃ嘘くさかったやん。はい、今もう笑ったやつとか、はい、もう全部嘘っすもんね。目標がなかったのかな、芸人社会の人が、ね、これ自分あれやで、はい、なかったらないでええねんで、うんうんうん、そのお前の悪い癖で、はい、取り繕おうとするやんか、なかったらないでええのよ全然、あ、じゃあないですね。ないそう、なんか今そんな感じしたもん、うん、志村さんも無理やり出してきた感じ、そうですね、で絶対志村さんになろうとしてる人ちゃうやん、なろうとしてる人ではないですね、うん、芸人以外を目指してたとかじゃなく、そもそもなんか芸能人のあの人、うん、あ、笑いっていうジャンルじゃなくてタレントさんとかってこと、うん、そう、だから所さんも確かに、ね、かミュージシャンとかのこと、うんうんうん、いや違いますね、それでもないです、ただ今一個なりたいなっていうか、その勉強はしてないですけど、うん、なりたいなって思った方は、うん、明石家さんまさんはそうでした、あのめちゃめちゃビッグスリー、そうそうじゃん、あのさんまさんのあのよく道端でお会いしたエピソードとか、なんかその、うんうん、お腹け背中蹴られて何すんねんみたいなとか、うんうん、あとはさんまさん、さんちゃんとか言われても、うん、あいよみたいな、こう気さくどこであっても明石家さんまだっていうのはすごい素敵だなって思ってて、うん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 、どこであっても準院長だなって思われる人間にはなりたいなと思って、まあでもね、それはもうみんな憧れる部分じゃない、うんはい、やっぱりさんまさんのそういう部分っていうのはほんまにすごいからね、すごい表裏のないというか、はい、うん、にはなりたいなと思って、なるほどね、はい、だから人なんだよね、多分純がやってるのはね、うん、多分芸事ではなくて、はい、そうそうそう、確かに、だからシンプルにおそらく純がこの世界に入ってくるときに何も考えてなかったでしょ、そうですね、そのとりあえず楽しいことがしたいなと思って、はい、お笑い芸人っていうか、そのお笑いの世界に行ってみたいなぐらいの、
感じで多分 NSC 入ってました、うん、でもここで戦うんだったら勉強した方がいいよ多分、はい、なんかいろいろ勉強してでさんまさんになりたいんだったらさんまさんのところから何か盗んだらええやん、うん、俺はもう上沼さんからむちゃくちゃ盗んだからね、はい、そういう意味では、うんうんうん、もう何年あれ5年間ぐらいかな、うんずっとめっちゃ贅沢じゃない、うんうん、5年間天才5年間いて、うん、5年間天才とこう俺は生でこうね触れ合えてっていうことでいくと、うんはい、そのどうやります？頑張りますねやっぱりやりますって言っちゃうんですよ。もう全員がやらないですを待ってたんですよ。で絶対そうなると思ってたんだけども、うん、ここでやっぱりやりますって言っちゃうんだもん。言っちゃうんだから。やらないじゃんだって。やらないんだよ。これはなかなか治らないかもしれませんけども。すいませんね。はい、あサイコロ振るのを忘れてしまった。忘れちゃった。ちょっと質問ね。はい。やると思いますんで一旦広告です。さあというわけで安武さんお願いします。はい、はい、ラジオネームニコタンさん。ニコタンさんありがとうございます。いつも家事育児の合間に楽しく聞いています。ありがとうございます。ギネストンボさんがパン作りや料理にハマった理由が自分が想像しているよりも美味しくできた時に感動したからとおっしゃっていましたが、うん、私も全く同じ理由で最近料理が好きになりました。素晴らしい。そこで皆さんがやってみたら意外とハマったもの好きになったことなど教えていただきたいです。食わず嫌いだったけど好きになったものとかでも大丈夫です。あ、うん、俺はこれどっかで話したことあるけども、うん、ダントツでゴルフかな。あ、うん、そうそうそう、うん、でもね俺ってね基本的に趣味っていうものがあんまりなかってもともとでも芸人をやってるからには、うん、何か趣味を見つけて仕事につなげればいけなきゃいけないみたいな、うんうん、そういう意味で言うと俺のゴルフのルーツってダーツなのよ、うん、へえ。そうやね。でダーツも別にもともと全然好きじゃなかったんやけど、はいはい、こうツッツンや、わあツッツンさん好きっすね。ダーツ跳び合ってる時に、うん、ツッツンがな唯一ってあれやけど俺をなんかいろんなとこ連れてくれて、うん、跳ね跳びの撮影収録終わりで「ちょ家事飯行くか」みたいな感じで、うん、ブルブル言うて「ワンワン」言うて俺も行く行く言うてあいつ車持ってたから、うん、へーそう収録あいつだけやで若いまだ二十歳の時にフジテレビの地下に車止めてたすげえツッツン、はい、そうビートル言うてな、うん、で今日どこ連れてってくれんのワンワン言うたら、うん、いやちょ今日ダーツバーでちょっと飯でもこうブルブル言うて、もうほんまそれがきっかけ、うん、で連れて行かれて、うん、でご飯めっちゃうまくて、うん、で家事ダーツやるぞみたいなブル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 いいよ全部に入ってくるから、うん、でダーツの真ん中ブル言うね。うわーそこで持っていこうとしてたんかしてねえわ勉強なります。広げんななんねえわたまたま通りかかった勉強せよ勉強なりますそんなよなで、はい、そこでやった時も別に最初ハマるとは思ってなかったんやけど、うん、なんかツッツに毎回連れて行かれるたびにやっぱ上手くなりたいみたいなことを思い出して、はいはい、でハマり出して、うん、でハマったら俺ダメだからもう芸能界一位になりたいって言ってグッソンってハマる。すごい。で次ゴルフなんやけど、はい、ゴルフも最初俺は毛嫌いしてて、うんうんうん、あれはお金持ちの人がやるスポーツで、なんか格好とかもちゃんとせなあかんしやったけど、うんうん、ゲンやな、はい、親友のゲンがもうやってから文句言われて、うん、確かにと思って1回だけやったきっかけでドソンってハマったことだったりするから、だから俺は意外とこう偏見から入るのよね、うん、そう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 。やってみたらなんとなくいい感じにできたからハマるんですか。本当にそうで、ーダーツもゴルフもそうだったんだけど、もうありえないぐらいらしいのよ、その最初に俺素人なのにやった、うんはい、例えばゴルフやったら俺ほぼ練習せずに行って102っていうスコアやったので、まあ、これ多分ゴルフ知らない人は何のこっちゃ分かんないと思うんだけど、すごいらしいのよ。すごい。でもその凄さも分かってないレベル、はい、でも周りからむちゃくちゃ褒められて、うん、絶対やった方がいいよって言われて、うん、こんな褒められんのやったらもうちょっとやってみようかなってやりだしたら、ゴルフの素晴らしさをどんどん知るようになって、うん、あ人とのつながりができるんだなとか、半日一緒に、ね、スタッフさんと折れるとか、そういうことがあってハマっていくって。だからひょっとしたらそれは俺の能力かもしれない、うんうん、確かに確かに。そこでもしゴルフ行って全然ダメだったらハマらないもんね、うん、そうですね、うん、どうですか、あったりしますか。あでも僕近い感覚ですけど、ちょっと古いあれですけど、モンハンを結果僕むちゃくちゃハマったんですけど、ゲーム好きやんな。最初はほんとモンハン昔なんですか、もう世の中的に大人気だった時期があって、うんうん、もうみんながみんなやってたね、モンハン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 、楽屋でみんなやってた、はい、その時その光景を見て僕最初は
なんだよモンハンってって思ってたんですよ。あ、ちょっと思った。もうその流行りに対してちょっとなんだよってなってたんですけど、うんうん、まあちょっとそういうあの芸人の中で僕も誘われてやってみたら結局誰よりもハマってやってたんですよ。だからなんか流行りものって結構本当毛嫌いしがちなんだけど、やっやってみると、だからさっきゲンさん の, そのやってみてから文句言えじゃないですけど、うん、そうなんだよ、そうなんかやってみるとなんか文句あらを探しに行ったつもりが魅力に取りつかれるというか、そうやねんな。そうだから多分今で言うなんだろうな TikTok とかなのか、あ、うん、まあ、そういうのみんなやってるのを毛嫌いしてる人がやってみると意外と大ハマりするかも。でちなみに吉富って TikTok やってないでしょ、はい、お前絶対好きやと思うで。あ、本当ですか。あ、でも変、なんか、なんか毛嫌いあるかも。毛嫌いというか、恥ずかしい。かっこつけやから、ちょっと、テレがね、出たりするんだけど、はい、俺多分、チーム開発アップの中で一番 TikTok 向いてるのお前やから。確かに。うん。いろいろ音楽自分で考えて、ね、あんなボケやすいやん。はい。あ、そうか。本当は一番向いてるんだ、確かに。実は承認欲求も結構強めやん。そう。実は自分で吉富推しとか言ってますからね。むちゃくちゃ痛いですからね。痛いですよ。で実は承認欲求そんなないのが常やね。そうなんですよ。これがね意外と、ね、僕もね、一番承認欲求あるようななりしてるのを、うん、はい、実はそうでもなく好きでやってるだけ、自分のためにだけの夢のために。そうそうそう。でもそれも大事やけど、はい、吉富なんか絶対お前は、うん、やってみようかな。向いてるよ、絶対向いてると思うよ。何やればいいんだろうな。それはまた考えておいてください。どう常潤康は。僕はサーフィン。あ、これまあ言ったらなんか昔丘サーファーとか、うん、なんかちょっとチャラいっていうイメージがなんかあったんですよね、うん、そのなんかそういうギャル語とかが流行って、うんうん、でなんかサーファーはチャラいしなんかあんまいいスポーツじゃないみたいな、勝手に、まあ、チャラいイメージはある、うん、そうそうそう、うん、ロン毛やしなみんな。そうでもない。ロン毛は別にいいんですよ。そのイメージないなんか、まあまあありますけど、はいはい、まあまあまあ、うん、ロン毛でみんな黒いやんなんか、はい、ピアスしてるイメージありますし、ああいうファッションがまあ流行ったからっていうのもあるんですけど、うんうんうん、でたまたまあの当時一緒にアルバイトしてた友達の実家が和歌山で、うんうん、で泊まりに行って、うん、でしょっちゅうサーフィンやってるって、うん、で海近いしな、そう海近いから、うん、ちょっと常に一緒に行こうよって言って初めて行ったらめちゃくちゃ楽しかったんですよ。楽しかった、ね、サーフィンのあの波に乗ってすごい なんだろうな、自然海の風を浴びながら沖の方に行くっていうのがめっちゃええっていうような、めちゃくちゃ気持ちよくて、別にもうできてないんですよ、うん、立つのも難しいけど、うん、ただもう胸にこう寝転んで当てて波に乗ってるだけでもめっちゃ気持ちよくて、うん、あ、これみんなハマるわってなって、なんねや。でしかもストレスフリーじゃないですか、海でなんかゆっくりこうスポーツできるっていうのも、うんうん、そこやね。だから俺唯一実はゲンのね、はい、友達のゲンから誘われて未だに断ってるのが唯一サーフィンやね。あ、これはあれやね、俺海が怖いね。なんか、まあ、言ってますよ ね、 せやね、はい、だからなかなかできへんねんけど、うん、でもゲンも同じこと言うね、やったら絶対ハマる。めっちゃ楽しいです。だから、うん、まあごめん、俺も海がちょっと、はいはいはい、本当にダメだからあれだけど、うん、ちょっと吉富連れてってくださいよ、サーフィン。サーフィン。サーフィンやる要素 TikTok で。そうですよね。だって一緒に住んでんねんから。はい、そうだ。もう行きたい放題やん。いろんなことね。そうか。いいっすね、あ、でも興味ないことないっすね。楽しそう、確かに、うん、そんなもんやったらいいやん、確かに小部屋とかで撮ってもいいやん、はいはいはい、うん、はいはいはい、面白いかも、めっちゃおもろいやん、うん、髪伸ばしてさらしてもいい。ガングロになっていいね、ピアスあげよう。ありかもしれません。ジョンは。僕はそうですね、なんかさっき質問の中で、うん、その食べ物でもいいっていう話だったんで、何でもいいよ、まあ、僕食べ物で、うん、このなりなんでその好き嫌いないんですけど、うんうんうん、実はブロッコリーが二十歳まで食べれなくて、ずっと、へー、なんかずっと苦手で、うんうん、その食感というか、うんうんうん、食べる感じが苦手で、うん、カリフラワーもダメだったんですけど、うんうん、あの患者さん、接骨院の時の患者さんが、うんうん、自分家で採れた、自分の畑で採れたブロッコリーを、うん、これ食べてみてくれと、うんうん、でこれ食べたら改善できるからって言われて、うん、食べさせてもらったんですよ、その、うん、茹でて自分で、うん、家帰ってから、家帰って、うん、丸々茹でて、もう本当に塩ちょっととマヨネーズかけて食べるだけだったんですよ、うん、
これがめちゃくちゃにうまくて。うまかったよ、不思議やな。そっからブロッコリー好きになったんですよ、なんなら。好んで食べるようにはなってて、うんうん、今家にもちゃんとブロッコリー置いてる。ちゃんとって、はい、ちゃんとブロッコリー置いて飾ってんの？飾ってるんですよ、飾ってるの？神棚の横に飾ってんの？神棚の横に2個。神様に失礼、めっちゃ嘘ついてるいやでも本当に食べれるようになったんだよ、めちゃめちゃブロッコリー置いてってなブロッコリーのおひたしとか大好きになって、ブロッコリーのおひたし、え、はい、え、俺知らんそんな、あれなんか妻が作ってくれたんですけど、うまいんですよ、ブロッコリーのおひたしなんかあんねん、すごいな、どうやって作ってんの、ブロッコリー天才やからね、いや、本当にうまいっすね、やっぱ俺さ、ヤスタケやと俺ら動画でな、はい、やってん、筋トレで、ね、はい、俺いっぱい勉強したんよ、ハマって、うん、ブロッコリー天才よな、すごいですね、あれ天才ですよ、最強、うん、よかったその人に感謝やな、感謝です、うん、本当に鈴木さんという方だったんですけど、あ、鈴木さん、はい、あ、感謝やね、なんで名前言うの鈴木さんがいいかなと思ってじゃあそれある、僕はまああんまりないんですよ、というのも僕って何でもやりたがりじゃないですか、否定あんましないもんね、否定から入んないんで僕は、なんもうゲンさんと一緒でとりあえずやってみようって、うん、でやった上で否定なんですけど、そんな僕がやっぱり苦手かなって思うのは、あ、うん、まああれですね、うん、キャンプあ言うね、ですね、言ってる、ちょっと今日いないんで、やってみると楽しいけど、うんうん、自分でやるかって言われたらまあやらんよなってことだな、はい、で、うん、その皆さんが言ってることも頭で理解はできます、はいはい、まあ、あの焚き火の音がいいとか、うん、自然に触れたらいい、うん、子供たちにああいう体験をさせたい、うん、でもそれもすごい分かるんですけど、うんうん、僕はちょっとそのやらないですえ、な、一人でさ、完全に一人で火つけたりとか、はい、うん、そういうのはやってみたことはある、完全に一人でやってみたことはないけど、手伝ってる最中からもうしんどい、何がしんどいですか、その、家だったらカチャで火つく、そう、でも安い、そうなんよ、はい、でやっぱり、はい、そのもちろん、うん、みんなで何ややって、うん、はい、準備できたカレー作った、はい、食う、はい、うまいのよな、うんうん、うまいね、うん、はい、でも家だったらもっと早くカレーできるし、うま、ん、い、いやいや、うまい、違うやん、え、自然の中で、いや分かった上でやん、達成感だから、みんながいるところに一緒にいるっていうのと、うん、完全に一人でこうやって達成感感じるのとちょっと違うくないですか、だそのね、だから、だからすごい分かってるよ、皆さんが言うことは理解した上で、自分の好みはっていうことで言うとそういうことなんです、はい、でネットフリックス、ウーバーイーツ、ソファーソファー、エアコン、エアコン最強、これが渋谷区育ちやから渋谷区育ち、うん、それより幸福度が、だ自分の中の幸福度がそっちの方が圧倒的に高いの、うんうん、っていうことやな、はい、だからわざわざそっちをやりたいとは思わないですね、はいはいはい、だから田舎に住みたいとかも思わないもんね、そうですね、そんなにね、はい、思わないです、ね、絶対都会の方が便利だしっていう考え、確かに何か一回言ってましたよね、そのあのキャンプの企画の道中でかな、うん、その自然の中にいたら頭痛くなるみたいなそう、高速道路の音の方が落ち着く、不安になるんですよねなんかでもそういう人もいると思う、ね、うん、でやっぱりキャンプ好きな人、自然好きな人って、うん、いつか田舎に住みたいなとか、うん、田舎が好きな人が俺はやっぱり多いと思うのよね、だから俺人それぞれだよね、そう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 、俺もじゃあ逆に一人でやるのかって言ったら俺多分やらへんもん、うん、キャンプそこまで多分できないというか、はいはい、誰かいたらっていうのはあったりするけども、うんうん、まあ、なんなら僕もそうかもしれないです、ええ、都会の方が実は好きです、お前急に何やお前なんでお前今なんかブラヒモ直してるのラジオだからってブラヒモじゃブラつけてるインナーをちょっと直しただけですお前いよいよブラつけてる本当におばさんに見えてるつけてないですよっていう感じやね、まあでも安田でもキャンプで言ったらやってみてるしね、そうなんですよ、そうそうそう、とにかくやってみることっていうのが大事かもね、うん、大事大事、やってからという感じでございますかね、うん、はい、はいはい、というわけでまた来週はね、はい、違うメンバーでお送りすると思いますが、はい、引き続きお悩み相談や、質問、うん、コメントなどお待
待ちしてますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで以上、岡崎と安崎と鶴と次長の一緒名者、ありがとうございました。ありがとうございました。